苗母運転所は北海道札幌市東区北五条東13丁目にある北海道旅客鉄道の車両基地である。また運転士も所属している本社鉄道事業本部管轄苗母駅に隣接し、基地内には車両工場である苗母工場が併設されている。所属する乗務員は札幌近郊で運行している電車の他に、 札幌運転所に配置されている機動車の乗務も担当する。2019年4月1日現在の所属車両は以下の通り、宗や赤保火本線系統の特急で用いる特急系機動車と札幌近郊で運用される一般系機動車を中心に配置されている。所属車両の車体に記される略号は旅客車が薩なほの旧連邦略号。 機関車がないとなっている。キハ183系機動車全67両が所属する。2012年6月までは、ジョイフルトレイン編成と、旭山動物園号編成のみが所属していたが、2012年6月から10月にかけて、それまで札幌運転所に所属していた定期特急列車用の車両が転入した。一般型車両キハ183型26両。 キハ182系25両、キロ182系5両の、計56両が配置されている。2017年3月4日以降、特急、オホーツク、大雪を中心に、各種臨時列車にも使用される。2017年4月28日にキハ183から405及びキハ182から404.405が、 2018年3月に、キハ183型8両、キハ182系12両、キロ182系5両が、箱館運輸所より転属した。2018年来もキハ183型3両、キハ182系5両が、箱館運輸所より転属している。また2018年3月31日付でキハ183型3両、 キハ182系5両が廃車され、2018年7月31日付で、キロ182系1両キロハ182系5両が廃車された。また、苗棒運転所所属のヘッド色のキハ183系は、他の運転所では濃い青であることのに対し、苗棒では薄紫に近い色、キハ183から500、1500、1550、 型ではスカートが前頭部と同じ青色になっているなど、塗装が、よそとは異なる部分がある。団体、臨時列車用お座敷車用、ジョイフルトレインの、クリスタルエクスプレストマムサホロ、ノースレインボーエクスプレスの、計11両が配置されている。ニセコエクスプレスは2017年12月28日付で、旭山動物園号は2018年6月30日付で、廃車された。 二百261系機動車 SE-100、編成が2両編成4本 SE-200、編成が2両編成3本の、計14両が配置されている。いずれも、基本番台で、2017年3月4日以降、特急、宗や、サロ別で使用される。札幌型に、SE-100 編成、輪っかない型に、 SE-200 編成を連結した4両編成で運転される。SE-104 編成以外は、第3セクター、北海道高速鉄道開発所有者で、JR 北海道がリースを受ける使用形態である。キハ40系機動車300番台の4両、330番台の2両、400番台の2両、700番台の2両と、1700番台の4両。 計14両が配置されている。700番台車以外は、期間乾燥済み。400番台は、殺傷線末端部で2020年4月17日まで運用された。700.1700 700番台は、函館本線の普通ワンマン列車で使用される。300.330番台は、殺傷専用として用いられたが、 殺傷戦争園北海道医療大学間の全面電化開業以降定期運用を持っていない。また、キハ40から301は、マヤ35五検測者の牽引車両として改造が施されている。700番台の8 1 7 8 2八0 8 2 2号車については、廃車825号車については、函館運輸所への転属となった。 1700番台の1824号車については、旭川運転所への転属となった。キハ201系機動車 D 編成の3両編成4本、計12両が配置されている。快速、ニセコライナー、函館本線の普通列車で使用される。H100 系機動車で使用されている。キハ141系機動車改造により誕生した。 全車両がキハ40系の殺傷線使用者と共に、殺傷線の普通列車で使用されていたが、2012年の殺傷線電化とそれに伴う同年10月27日のダイヤ改正に伴い、定期運用から撤退し、一部のキハ143型が苫小牧運転所へ転属した。その後長らく保留車となっていたキハ142系2両も、 2015年3月31日付で廃車された。キハ400系機動車改造により誕生した全車両が2000年の宗谷線の高速化まで、宗谷線系統の急行列車に充当された。運用終了後は前日の薩沼専用の一般車に再改造されたほか、キハ48304のみ急車扱いとなり、内部工場で長期間留置された後、 2006年10月6日付で廃車除籍された。この他、1997年から1998年にかけてお座敷車に改造したキハ 400K500 番台3両も所属したが、2015年3月31日付で2両が、1両が2016年10月17日付で廃車され消滅している。 キハ150系機動車0番台の7両が配置されていた。函館本線の普通ワンマン列車で使用されていたが、2020年代イ改正に伴い山線から撤退、全車旭川運転所へ転属。DBR600 系ディーゼル機関車、モーターカー、HTR-600 を改造したもので2両が配置されていた。車両基地構内の入れ替え作業。を、 除雪などに使用された。2014年7月1日付で除雪された。ありがとうございます。